おかしくないですか。チャイカさん、この間取りおかしくないですか。ここ人が通れませんか。人が通れますよ。よくないですか。ここ知り合いの鏡です。鏡さんですか。この間取りおかしくないですか。おかしくないですか。窓なくないですか。もしもし、栗原さんですか。どうも、知り合いの栗原です。これ窓ないですよね。窓ありませんよ。窓ないですね。ここ力士が住んでないですか。ロフマウでやったらもうこれ察しの悪い鏡あると。カードショップの間取り見せてね。知り合いの鏡さんに間取りを見せてもらいました。ここの空間おかしくないですか。おかしくないですか。いや、おかしくないですね。この空間、ここはデュエルスペースにしたらいいんですよね。これは、うん。てか本当だ、マンボウって深海魚とか一切関係ない。関係なくないですか。チャイカさん、こいつだけマンボウですよ。11階の自販機コーナーを見てください。この間取りおかしくないですか。おかしくないですか。11階丸々使って自販機1個だけっておかしくないですか。栗原さん、おかしいですよこれ。品揃え3つってのもおかしくないですか。ばっかい！テンサーさんです。ありえない、そんな小さな挽回なありはしない。小さくないですか、その挽回。すごい小さい。こんな矮小な挽回なんてあるはずがない。大きい方がいいですよ。チャイカさん、場が大きい方がいいですよね。うん、いいと思う。ちょっとやっぱ一つしか食べられないか。そっか、一回で十分か。そっか、一回で十分。俺みたいだって言いたいのかよ。花畑チャイカは一回食べれば十分って言いたいのかよ。すいません、ちょっと一応やっといた方がいいのかなと思って失礼しました。発作が出てしまった。そんなことないですよチャイカさん。よくない、そんなことない。これも、あ、やっぱこれも一つか。そっか、一つで十分だって言うのかよ。一回で言っているかよ。ありがとうございました。経験値、失礼、ちょっとエアコラボしてしまいました。どこかで、そう、今のカード切ろうと思ってたから、言えて嬉しくなっちゃった。